今回は中村菫初段と芝野虎丸七段の対局を見ていきたいと思います。この対局は黒番が芝野虎丸七段で、白番が中村菫初段ですね。ネット対局で、これが絶ゲーの評価値なんですけど、黒番の芝野七段の勝ちとなりました。まあ、全体的に布石は互角で、中盤で白にちょっとまずい手がありまして、そこから一気に黒が優勢になって押し切ったという感じの内容だったみたいですね。黒番が芝野虎丸七段で、白番が中村菫初段ですね。では囲碁 AI の絶ゲーの評価値を見ながら初手から見ていきたいと思います。黒は星と小目で、白は二連星の布石ですね。黒は穏やかに受けて開きましたね。ですぐに三々に入って三間に挟みましたね。中村菫初段はこの挟みが、三間の挟みが好きみたいですね。一手かける手を選びましたね。でここで白が下辺に打ち込んで、黒がコスミツケを打って下がりとなりました。この格好は白が不満のない形で、この打ち込みが成功しましたね。黒がこの下がりとなって一手かけてくれるなら、白この打ち込みは白の利かしになったと思います。白としてもこのコスミツケ打ってくれてるのがとてもありがたいんですよね。黒にこのコスミツケ打ってもらったので、右辺の白石も強くなったので、打ち込み十分成功した形かなと思います。ここまで白持ちの布石だったんですけど、次の一手がですね、こちらに白桂馬に開いたんですよね。この手がちょっとぬるかったかもしれないですね。まあ、どうしてぬるいかというと、今この黒下がりとなって白下辺打ち込んだ石がですね、これとても軽い石になったんですよね。利かした石なので、まあもう捨ててもいいかなぐらいの感覚なんですけど、絶ゲーに聞いてみましょうか。で絶ゲーはこの左下羽推奨してますね。羽を推奨してて、まあどういうことかというと、まあこういうような手を推奨してますね、絶ゲーは。まあかなり高度な手ですね、羽は。左下の羽はかなり高度な手で、まあこういう図を示してますね。まあ意味はわかるんですけど、説明は難しいですね。まあ、簡単に説明すると、白が跳ねて、もしこれ黒が受けてくれたら、こちらに出を打って、こちらに右側の方を切ろうというのが、絶ゲーの白、この左下跳ねの意味ですね。これは黒、こちらから取ってしまうと、これ黒が2と跳ねた手が悪手となってしまうので、この白の切りに対してこういう手になるんですね。で、こういう手になると、白こちらに引いておいて、で左下切りながらこの下辺打ち込んだ石が、まあ、どんどんこうやって張っていって連絡する形になりますので、まあ、こういう形になると、まあ、黒がこういう形になったとして、で白こちらに左下継ぐ手が隅先手で効いてるんですね。でこういう形になると、黒が下辺取りに行っても白のこちらの下がりが効いてまして、これが黒受けとなるので、でこれで下辺生きてる形なんですね。なのでこういうふうに働いて守ろうというのが絶ゲーの意図だと思います。簡単に説明すると、左下の羽はそういう意味で打ってるのかなと思いますね。
で、僕の第一感はですね、まあ、左下もいいんですけど、こちらにかかりだったんですよね。で、ここで黒は受ける一手で、もうツケ二段で決めてくとこだと思うんですけど、まあ、例えばこういう形になったとして、で、下辺の問題なんですけど、黒多分、下辺の白を1子取りに来ないと思うんですよね。こういう桂馬とかに対しては、白をこちらにつけて簡単に脱出できますし、まあ、俗にこういうぶつかりとかから、俗に切ってくれれば、もう外から捨てればいいので、この白1子は軽い石なので、まあ、簡単にツケとか打てば、処理できる、さばけるところですので、こういう桂馬とか打ってこないんですよね。で、もしこういうふうに、下辺の方からハサミを打ってくれば、この瞬間、白、こちらに出て、右に切るのがタイミングなんですよね。これは黒、こちらについて頑張りにくいので、これは、ちょっと形悪すぎて、まあ、仮に、外から跳ねて捨ててもですね、まあ、こういうふうに、コスむぐらいなので、これは白がだいぶ効かしてるので、軽いんですよね、この下辺の白1子は。上跳ねが効いた分効かしてるので。なので黒気合としてはこちらに切られた方を取る一手なんですけど、白はこちらに切って隅、だいぶ地で得してるんですよね。なおかつ、これ部分的には黒が厚い形なんですけど、いい形ではあるんですけど、この黒12の開きがとても凝り形になってるんですよね。なので、黒としてはですね、下辺どういうことになってるかというと、この形はですね、下辺から爪を打ちにくい形なんですよね。爪を打った瞬間、白から出切りが返し技になるので、なので、結論から言うと、この下辺の白石はとても軽い石で、手を抜きたいところだったかなと思います。黒から次にいい手がないので別に。下辺詰める手もそんなにいい手ではないので、黒から。手を抜くのが良かったかなと思います。で、黒は右上打って。で、こちらにかかったんですけど、これも感覚的にはですね、その黒の手についていってる感じがして、まあ実戦は黒がこちらに受けてくれたので、かかり一本が利かしになったんですけど、まあ、やっぱ気合としては、この下辺、白が桂馬に打ったので、気合としては左下、打つのが気合だったかなと思います。もし白がここで右上、打つのなら、この下辺の開いた手が一手、桂馬に打った手が完全に一手遊んでる手なので、まあ、自分が打った手が悪手ということを認めたような手になってしまうんですよね。だから前打った、この桂馬は何だったんだっていう話になりますから、やっぱり気合としては、もう打った以上は左下、跳ねる一手だったかなと思います。だこう打つことによって、先ほど、この桂馬がない状態でも、絶芸が示すぐらい、これ部分的に厳しい手ですので、受けたらこういうふうに、外で切って、やはりこれ桂馬一手働いてるので、ないよりはあった方がいいですので、こうなると、この力関係は白が逆に強くなってるので、この切られた黒2子弱い石になってますから、ここは白がチャンスでしたね。白がチャンスだったんですけど、これ逃しましたね。で、逃したと同時に、この桂馬は何だったんだっていう話になりますので、ただ自分の白石を守っただけの手という意味になってしまうので、もし左下打つ気がないのなら、まあ、最初から単にかかってた方が良かったかなと思います。で、ここで白飛びを打ったんですけど、やはり考え方としては、これ今、右上黒が一手、これ多分相当効かしてると思うんですよね。白の、このかかりと黒の一間トビは白が相当効かしてる気がして。で、一手守ってくれたので、もうこのかかった石も軽い石なんですよね。なおかつ右上もガチガチに強いとこなので、
なんかもう相手が強いガチガチのところに近づくような手はあんまり感覚的に打ちたくないところで、多分相当小さい手なんですよね、この飛びは。で、もし、まあ、僕の第一感ですけど、この黒が守ってくれた瞬間がタイミングで、もう守ってくれたので利かしに行くタイミングだと思うんですよね。右上打つとしたら、こちらにつけるのが利かしのタイミングで、で、黒下跳ねてくる手に対しては二段跳ねする手がありますし、これは黒が反発する手は無理なんですね。切って反発するような手に対しては、こちらに当てていく手がありますので。で、これどんどんはみ出すことによって、右上黒2子取れるので、まあ、これは白が全然不満ないので、黒反発はできないんですよね、ここで。なので、ここで例えば伸びぐらい打ってくれなら、この白ツケ1本は利かしですので、で、こういう形になることを想定して考えると、やはりこういう白が飛んだ手ははっきり遊んでるので、小さいところに打ってるんですよね。このガチガチに黒、硬いところに打ってる理屈ですので、まあ、守るとしても離して打つところなんですよね。仮に守るとしても。その次に厳しい狙いが白からないので、こちらに守ったとしても右上に対してはもう厳しい狙いがないので、なんかこういういつもはこういう守る手打たないイメージだったので、いつもなんか厳しい手を打つイメージだったので、ちょっと意外な一手でしたね、飛びは。で、黒がこちらに飛んで、で、白こちらに飛んだんですよね。やはりこの後何かちょっといつもの中村初段とは違う感じがして、いつもはこういう手堅い手は打たないんですけど、これ相当手堅い手で、僕の第一感こちらに覗きだったんですよね。やっぱこの黒が守った瞬間利かしに行くっていうのが感覚だと思うんですけど、この瞬間覗きだと思うんですけど、感覚的には。で、黒が繋いでくれたらこれ一本で相当利かしてるので、手抜きで左下がやっぱり大きいとこなんですよね。で、もしここで黒が頑張って並びのような手で受けてくれたら、これは調子で右辺守っておいて、で、黒がまあなんか左下一手かけたら出切りがあるので、一手守ったとしたらですね、白から右下はですね、この跳ねて当てが先手で効いてるので、こちらに出て切っていく狙いが残ってるんですね。で、すぐに切っていく手はそんなに厳しい手ではないので、白はすぐに切っていかずに、イメージとしては外から桂馬などに打って、黒に、まあ、一手戻ってもらうような打ち方がいいかなと思います。まあ、黒は戻らないとは思うんですけど、まあ、やはりこのいつまで経ってもこの白から出ていく、出て切っていく狙いが残ってるので、黒としても味の悪い受け方なんですよね、この覗きに対して並ぶ受け方というのは。なので、このタイミング覗きが良かったかなと思います。良かったかどうかわかんないですけど、僕だったら覗きの方がタイミングだったかなと思いました。まあ、いい手かどうかわかんないですけど、まあ、AI はここ、まあ、絶ゲーは多分ずっとここ推奨してると思うんですけど、聞いてみたいと思うんですけど、多分絶ゲー左下を、あ、やっぱの、あ、でも覗き推奨してますね。左下推奨するのが絶ゲーだと思ったんですけど、覗きの感覚でしたね、やっぱ。で、出切りを打って隅が大きいと言ってますね。まあ、こんな感じの手を絶ゲーは推奨してました。で、飛びがちょっとぬるい一手でしたね。で、下がりを打って。で、こちらにつけて。これはですね、分断されてしまって白がちょっとピンチですね。実戦こちらに張ったんですけど、
こちらに白抱えてしまうと、黒にこちらに飛び出されてしまうんですね。で、白が出て、切ると、こちらに黒、切りを打って、これ両アタリで白が潰れてしまいますので、切断していく手がないんですね、白から。こちらに黒に飛び出されてしまうと、白が困ってしまう形で。で、白は張っていったんですけど、こちらに黒に伸びられて、これは振り替わりになりましたね。振り替わりになって白、こちらの黒5子取れたんですけど、右下の白3子取られてしまって、この結果はですね、黒が不満ないと思います。まあ、どうして不満ないかというと、白がこちらに下がりを打った手が遊んでしまったので、まあ、本来だったら黒、隅押さえぐらいで守んなきゃいけないような場所だったので、この取りで右上3子取り込めたので黒が不満ないと思います。なので白は、まあ、こういうふうに賭けを打ってたら全体つなが、こういうふうに賭けを打つような場所だったかなと思います、形的には。で、これで何か黒が、まあ、ここら辺、まあ、2子ぐらいは取れると思うんですけど、まあ、取った後に、で、白が先手取った後に、この飛び込みがやっぱ厳しい形になりますので、こういう形になった時に。やっぱり飛び込みが厳しいとこになってきますので、攻めを狙えるんですよね。なので、後の楽しみがあるところだったので、この白3子は、やっぱ自分から下がりを打ったところですから、大事な石なんですよね。なので、実戦この3子、このツケから、行ったのがちょっと分断されてしまって、まあ、多分問題の一手で、これは黒が不満ない別れで、評価値がですね、もう86%になってしまいましたね。ちょっと絶芸評価値で、まあ、ここの、そうですね、ここは50%ぐらいだったんですけど、評価値は。このここの局面、どちらかというと、この黒が44%ですから、どちらかというと白が良かったんですけど、悪くなかった、まあ互角だったんですけど、まあ、打ち込みの攻防から一気に黒評価値86まで跳ね上がってしまいましたね。で、絶芸が示してるのは、覗きを打って、これ覗きは僕気づかないですね、このタイミングは。まあ、こんな、やっぱこの、なんていう、あ、コスミがいいんですね。やっぱこの3子捨てちゃダメと言ってますね。まあ、絶芸はこんな手を示してましたね。まあこれで大体、ちょっと打ち込んだ石も動きにくい形なので大体取れると言ってますね。まあ、なんで気づかないかというと、覗き気づかなかったんですけど、ここで覗くのは。なんで覗きが気づかないかというと、まあ、だいぶ手を戻して説明しないといけないんですけど、まあ、ここで、まあ、白が覗いた時にこういう形になったらもうこれだけで白3子補強されたので手を抜きたいとこなんですよね。で、ここで白がこちらに飛ぶかって言ったら絶対飛ばないんですよね。これ相当な凝り形なので、なのでこの飛びが相当ぬるいんですけど、なんかこれって相当、その、なんか凝り形すぎて、その、この飛びを打った後に覗くっていうのはちょっと気づかない手なんですよね。感覚的に。この形から、さらに覗いていくというのが、なのでその絶芸が示した覗きが気づかなかったんですけど、まあ絶芸は覗く手を打ってコスむという手を推奨してましたね。で、ここの打ち込みの攻防で一気に評価値が黒86%になってしまって、ここで黒がはっきり優勢になったみたいですね。それまでは全然互角の勝負だったんですけど、で、この後、つけるんですけど、まあ、ここからつけていくと、
なんですかね、タイミング的に、やっぱ、行って遅いというか、タイミング的に、これだと黒おとなしく受けてても不満ないんですよね。この形になった時に白ここに飛びに打った手がやはり一手遊んでるので、この白が飛んだ石が他のところにあった方が絶対にいいので、なので飛び打つ前につけるタイミングだったとは思うんですが、でもここら辺はちょっと白が形勢悪いみたいですね。寄せに突入していくんですけど、まあ、黒手堅く寄せてるという感じですね。なのでこの碁はいつもは中村菫さんがイケイケの攻めの碁を打つんですけど、この碁は終始中村菫さんの手が伸びなくて、終始堅実な手が多かったというのが印象ですね、棋譜を見た。あんまりちょっと手が伸びてない感じですね。まあ、いつもはこんな硬い打ち方しないので、なんか調子があんまり良くないと思うんですけど。で、ここで黒が押した手が勝ちましたみたいな手で、だいぶ手厚い手なんですよね。多分寄せ的には下辺のこのコスミが最大だと思うので、一番大きい手だと思うので、このコスミ、黒が打つか白が打つかが決勝点だと思うので、この後の。真ん中押した手は、もうはっきり勝ちましたみたいな手ですね。それぐらい形勢が、だいぶ黒に余裕があるということですね。まあ、形勢判断すると、まあ、地合い計算すると大体6目半ぐらい、まあ、大体こういう感じの形勢なのかなと思いますね。6目半ぐらい黒が残りそうという感じですね。まあ、実際は多分もうちょっと黒がいいと思いますね。8目半ぐらいは黒がいいんじゃないでしょうか。で、ここで白こちらに2線に打ってからコスんだんですけど、やはりこのコスミ、白から先手で打てたと思うんですよね。この碁は白の権利だと思うんですけど、これ黒が何かこっち打つのは相当右下気持ち悪いんで、まあ、正確に受ければ多分大丈夫なんでしょうけど、ここら辺が相当気持ち悪いんで、白から打つ手が、まあ、何か黒2では受けるところだったので、このコスミ1本相当利かしなので、それから守ってればよかったと思うんですけど、こちらに守ってしまったので、逆に黒から、これ白から多分先手の権利だったと思うんですけど、どうなんですかね。白からコスミ打てたと思うんですけど、まあ、逆にこれがね、やっぱ決勝点になってしまって、もうここコスミ打たれたらもうこの碁は動かないかなと思いました。これがね、まあ、本来多分白から打てたところだと思うので、コスミを白の権利の方が強かったと思うので、逆に黒が先手で打てたので、もうここだけで全然地の出入りが違うんですよね。で、ここに黒が飛んで跳ねて、この後も寄せるんですけど、もうさすがに形勢は動かないかなと思います。で、この後、出切りを打って、この跳ねた局面で、黒の中押し勝ちとなりました。こちらに跳ねられた局面は、白が打つ手ないんですよね。例えば、この後、まあ、こちらに切って取る手があればいいんですけど、黒にこちらに切られてしまって、白は黒2子取れるんですけど、こちらの4子取られてしまうので、これは、白が全然ダメなんですね。まあ、他に、例えばこちらに切ったとしても、やはりこの黒の切りが入ってしまうと、こちらに切られてしまうので、やはりこれも白が受ける手がないんですよね。もう打ちようがないところで、
受けるとしたらこういう継ぎとかになってしまうんですが、こちらにつないでもやはりこういう両アタリで白地が崩壊してしまいますし、黒からこちらに当てて頑張っていく手もあるぐらいのところなので、こちらに受ける手もないので、どう打つ手がないんですよね。どう打ってもどこかが崩壊してしまうので、もうここで打つ手がないということで黒の勝ちとなりました。というわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。